アンドリュー・スティーブンスアンドリュー・スティーブンスは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身の映画俳優、監督、映画制作者、脚本家。女優ステラ・スティーブンスは母にあたり、同ケイト・ジャクソンは元妻。テネシー州メンフィス出身。1978年のヤング・ソルジャーベ海兵隊員、青春の記録でゴールデング・ローブ賞にノミネートされる。 1980年代から90年代にかけて B 級作品やおびただしい数のビデオ用映画を制作。自らもこれらに主演して日本でも知られた。70年代から B 級アクションを中心に出演を重ね、1978年フューリーで注目されると TV 映画にも顔を出すようになりファンが拡大。スマートで癖のあるルックスを買われナイーブな反面。 屈折した犯罪者や頼りないヒーローにキャスティングされることが多い。80年代初頭はデス・ハント、殺人鬼でチャールズ・ブロンソンと共演。1989年、カナダ製作の異色ヴァンパイアホラー、レッド・ブラッド・ガールに主演した。翌年からはナイト・アイズ、危険な肉体を皮切りに映画制作サイドとしても乗り出して多くのビデオ映画を量産。 1991年、新、刑事コロンボの通算55作目のエピソード、マリブビーチ殺人事件では、ゲスト出演。自ら落ちで行くような映画界の野心家を演じ、犯人役としてコロンボと対決した。1997年の制作、主演作、インモラルジョイ以降は、俳優としての活動を、カメオ出演など最低限に抑え、 主に制作サイドに軸足を移して、大作映画から TB 映画、B 級作品までを幅広く世に送り出している。制作を担当した作品には、解放区、隣のヒットマン、追跡者、ブリッジ、容疑者などがある。コンテンポラリーシアター、フィルムテレビジョン、ありがとうございます。